まず997番からです。パーソン、パーソン、発音に注意ですね。よくパーソンっていうふうにカタカナで書くことあるんですけども、パーソンっていうふうに発音します。人とか個人という意味で、性別、年齢に関係なく使います。例えば VIP、 またはこのようにも書くんですけども、これは重要人物とか要人という意味で、 Very Important Person の略になります。最初の文字ですねを取って VIP というふうに言います。このピリオドは略した印になります。で、パーソンが人なので S をつけてパーソンズっていう形で人々っていう意味もあるんですけども、普通は People を使います。 People については142番の方をぜひ見てください。998番、 Sir、 または Sir っていうふうに伸ばすこともあります。あなたとか先生とかお客様という意味で、男性に使う表現になります。目上、年上の男性とか上司とかお客などに対する敬意を表す言葉、訳さなくても良いことが多いです。例えば Yes sir っていうふうに言うと、はい、かしこまりました。で、この後ろはその場合によって、例えば先生とかお客様などのような言葉が入ります。特別訳さなくても大丈夫です。 Good morning sir っていうふうに言うと、おはようございます。こちらも同様ですね。必要に応じてこれらの言葉を入れて訳すような形になります。で、女性に対してはマーム、奥様とか先生、お嬢様という言葉を使います。このマームという形はマダムの短縮形になります。ここにアポストロフィーが入るので、そちらに注意してください。999番、プラバブリー、プラバブリー、アクセントに注意です。このラのところ、オのところにあります。多分とかおそらくとか十中八九はという意味です。例えば probably not だと、多分ほにゃららないとか、おそらくほにゃららないという意味です。で、多分とかひょっとするとっていう意味の単語がこれだけあるんですけども、確率の低い方から並べるとこのような形になります。なので probably は確率が高い方の表現になります。ちなみに possibly っていうふうに読みます。 perhaps、 maybe で、これらの単語についてはそれぞれ741番、1114番、1115番の方で説明しています。特にこの2つに関しては並んで出てくるので、そちらの方をぜひ見てもらえるといいと思います。1000番、 Marry、 Marry、 ほにゃららと結婚するという意味の単語です。過去形、過去分詞形 Y を I に変えてから ED、 Married、 Married、 ING 形 Marrying、 3単元の S も Y を I に変えてから ES つけて Marries になります。で、Get married to ほにゃららっていう表現があって、ほにゃららと結婚する、この married に関してはこの過去分詞の形になります。で、この marry で誰々と結婚するっていうこのまま使うときには、後ろには前置詞は必要ありません。こちらについては最後に例文の方で少し説明したいと思います。1001番、 shake、 shake、 発音に注意ですね。最初の部分でシャっていう風に読まないように気をつけましょう。ほにゃららを振るとか揺れるとか震えるという意味があります。 shake hands with ほにゃららっていうと、誰々と握手をする。過去形 shook、
過去分詞形シェイ君というふうに変化します。 ing 形は e を取ってから ing、 三単元の s は普通に s をつけてシェイクス。2番センチュリー、センチュリー、世紀とか100年という意味ですね。例えば in the 21st century だと21世紀に、このように書くこともあります。 during this century だと今世紀中に、今世紀の間にという意味です。はい、今回の最後の単語です。3番 midnight、 midnight、 アクセントが最初の部分にあります。真夜中とか夜の12時という意味で、 at midnight だと真夜中に、 a midnight call だと真夜中の電話という意味になります。はい、今回の英単語は以上になります。今見てもらっているのが今回の英単語をまとめている219ページのプリントになります。で、一部の英文については説明していないので、そちらについては目を通してほしいんですけども、マリーについてですね、結婚するという単語について少し説明を最後にしたいと思います。誰々と結婚するっていう意味なんですけども、例えば私と結婚するだと Marry me というふうな形で使います。誰々とっていうふうに書いてあるので With のような前置詞を使いたくなってしまうんですけども、そのようなものは使わずに表します。あとは他にも例文ありますので、ぜひ見ていただきたいと思います。 Shake とか、あとは Probably に関する例文も載っています。この英文はスライドショーですね、こちらの下の部分にこのようなところがあって、この画像かリンク部分どちらかをクリックしてもらうとこのページが開きます。印刷したいときにはこの PDF ファイルってとこクリックしてもらって、下の方のプリンターのマーク、または画面上で右クリックをして印刷などからぜひ印刷して使ってみてください。あとは最初の方に見てもらったこのラインナップなんですけども、こちらのプリント219ページっていうところクリックしてもらうと同じページが開くようになっています。どちらからでもアクセスできますので、ぜひこちらのページも利用してみてください。はい、今回の動画は以上です。ありがとうございました。